滝川一益、織田四天王にも数えられる名将、伊賀の出身ゆえに、忍者であったとも言われますが、その半生は謎に包まれています。戦に強く、多くの活躍を残しましたが、晩年は不遇であったとも言われています。今回ご紹介するのは、滝川一益を語るスレです。ロマンあふれる滝川一益は、スレ民の目にはどう映るのか。チャンネル登録がまだの方は、今のうちに登録しておいてくださいね。また、動画について何かあればコメントもよろしくお願いします。それでは、早速覗いていきましょう。滝川一益ら滝川氏を語る、忍者出身と言われるなど正確な出自不詳ながら、信長に重用され織田家四天王とまで言われた滝川一益の生涯や逸話、血縁者や末裔など滝川一族について語りましょう。田舎住まいよりも、茶器を愛した好き者。北伊勢攻略の先兵になったのは遅延でもあったんでしょうか？難しいことはわからんが、一益一益のどっちなんだ？秀吉におめえの責ねえから、と言われた時の一益の心境やいかに。清会議やってる時は、まだ関東から逃げてくる途中だったね。本能寺が起こった時点でこの人も終了だったよな。鉄砲の扱いに長けてたらしいけど、それなら伊賀じゃなくて根室が実は出身地じゃないのかね。鉄砲云々の話は眉唾。うちの怪しげな家系図を見る限りでは紀州か大和あたりの土豪だった模様。大和あたりに残っている資料を見ると、寛令細川氏が衰えて三好松永が台頭した時期に、畿内の土豪クラスの紛争もピークになった。それで負けた側が落ち延びる先は伊勢尾張方面が多かったみたいだ。当時、伊勢湾から三河湾が太平洋側の商業ルートでかなり繁栄していたらしく、織田と北畠の争いもこのルートをどちらが抑えるかという争い、滝川氏も畿内から先に尾張に移っていた同族の池田氏のつてを頼りに尾張に移った模様。滝川氏が畿内にいた時期に鉄砲が土豪クラスで所持されていた可能性は限りなくゼロに近い。尾張移住後に鉄砲に携わるような機会は特にはなかったと思われる。忍者だった的な話は漫画の域を出ないし、出自に関しては田舎のやんちゃな地主ぐらいのイメージで間違いないと思われる。ちなみに滝川氏は子だくさんの一族だったようで、伊勢やら美濃あたりの土豪や足軽組頭クラスの家に養子を出しまくっている。そのうちの数家は滝川姓を名乗っていて、江戸時代に元の姓に戻した近藤家なんかは旗本になっていたりする。この人って織田家の家臣では序列的に何番目の人？佐久間と林と信長親族除いて、与えられた役目と与力から推定すると秀吉が長浜城主になるまでは柴田、には、滝川で3番目。その後は柴田、明智、橋場、滝川、には、荒木村重。ただ前者3人と後者3人の間にはかなり差がある。前者3人は方面軍司令官並みの役割を与えられてたのに対し、後者3人はこの3人を支援する師団の師団長のような扱い、かなり有力な与力を与えられてはいたもののあちこち転戦ばかりしてたから、出費ばかりが加算で、領地や手当は少なかったみたいだ。だからこそ茶碗のエピソードも生まれたと思われる。なんで滝川は橋場や明智に抜かれたんだろう？軍政面よりも小規模な遊撃隊というか機動部隊みたいな軍事能力に特化してたのかな？でも関東管領になったことで本能寺がなければ、東国平定戦で一気に柴田、橋場、明智に並ぶ可能性があったよね。追放までは佐久間が副社長で、柴田、庭が不代の現場の2トップ。滝川、明智、橋場の順で戸様3トップ。佐久間追放後は柴田、明智、橋場、には、滝川の順。本能寺前は柴田、橋場、明智、には、滝川の順。あんまり自信ないけどこんな推移だと思う。こういうのって興味深いね。軍政っていうか行政面の手腕と各自の役割の差だと思う。確かに関東管領とされたことで占領した土地の支配権をある程度優先的に与えられたのは間違いないと思う。ただ天下不武実現のための戦略全体から見ると、最優先は中国地方で次が北陸、四国。関東は北条の拡張を食い止める防御的な意味合いが強くて、攻略に移るのはまだ先だと考えていたと思う。だからこそ丹波の明智をわざわざ秀吉の援軍に送った。援軍であれば本来なら庭や池田恒興あたりのベテランに指揮を取らせるところを、信長はそれだけ中国地方の攻略を急いでいたし重要だと考えていたんだと思われる。なので関東管領になったとはいえ、与えられた役割の重要さはやはり秀吉、光秀、柴田とは差があったと考えるのが妥当かなと思う。中国地方攻略が済んだ後であれば、関東方面でも攻勢を強め3人に並ぶ可能性はあったかもしれないね。
ほぼ同意なんだが、おそらく、織田家の序列は佐久間と柴田がトップ2、その次に明智そして秀吉が続き、さらにその下にあなたのおっしゃるように、補助役としてにはや滝川らがいたものと思われる。なんでそんなに明智の評価が高いの？関東管領に任じられた証拠もないしね。行政の手腕で言うと光秀秀吉は、畿内平定を進めている時期に、最重要の京都行政を任されるほど信用されていた上、朝廷や武との外交まで預かっている。柴田は戦いでの実績はずば抜けていた上に不代の筆頭という立場。不代も頑張ればちゃんと重用しますというメッセージを示すのと、家中のバランスを取る意味でも柴田には重要な仕事を任せる必要がある。この3人は織田家飛躍の象徴。本能寺の変がなければ天下不武実現まで多分トップ3のまま。逆に言うとこの3人にいかに良い仕事をさせるかが重要になってくる。なので3人が行き詰まりそうな局面になると信長は援軍を送る。その時の援軍司令官は万に上る与力を預かり、大量の軍事物資の調達と運搬まで管理する。この役目を果たせる人もそうそういないわけで、滝川や庭みたいな戦歴も行政的な手腕もある人物は、長期作戦から外していつでも動けるようにしておく必要があった。働いてんの二領地没収なんて眉唾だと何度言わせればうんたら。水野信元や久松信俊や坂直政や佐久間信盛は信長のために、むちゃくちゃ働いてたのに自陣や領地没収されたじゃん。関東管領といっても室町幕府とは無関係なんだけど、カズマス、関東管領の所轄はどこなんだろう？確か、戦後の研究者で方面軍を提唱した人が、それぞれの担当地域と役割を説明するために、滝川軍を関東管領軍と名付けたのが発端じゃなかったかな？少なくとも、室町幕府の職制としての関東管領にカズマスが就任した形跡はないよ。ごめん、橋場より明智の評価が高かったようには思えないって意味です。摂関上の順番を重視したら池田がもっと上でないとおかしくなってしまうし。伊勢攻略の立役者なわけだから、何もなければもっと早く近江の橋場、丹波の明智のように他方面への司令になった可能性はある。ただ長島一騎という厄介な存在がいたために出世が遅れたのは否めないな。将軍や将軍側近の細川氏らとの縁を繋いだのと、美濃海周辺の黒人と様々な形で繋がっていたのを買われたんだと思う。相撲の番付みたいなものはないからね。その時々で前後はあるし任された仕事が長引いてしまえば次の仕事は与えられにくい。そういう意味では城を与えられた時期や切り取った土地の処分権、どの程度の与力を与えられたかみたいな部分からの印象で序列をイメージするところはあると思う。本能寺の変直前では秀吉の中国攻略作戦が一気に前進しかかっていて、そこに光秀と信長本人が増援で行く形になっていたから序列は秀吉、光秀と考えるのが妥当かな。そのまま中国攻略が秀吉を中心に行われ毛利を下していれば、秀吉が勝家、光秀、数増を置き去るほど加増されたと思われる。その後粛清に遭う可能性も劇的に高まっただろうけど。には、池田に関しては若い頃から信長の側近で、畿内の制圧に目処がついた頃には信長の子息が出陣する際に、彼らを現場で支えるような役割が与えられている。これは後継者の育成とその後継者を支える老臣の関係づくりを始める意味合いもあったと思われる。カズマスが光秀、秀吉に遅れを取ったのは長島での苦戦が大きかっただろうね。それでも厳しい戦線を生き残り関東の攻略を任される機会を与えられたんだから、相当な信頼を受けていたのは間違いない。柴田と秀吉は？柴田も謙信死後の上杉に対して大攻勢を成功させてるじゃん。あと光秀って丹波、丹後と来て秀吉と並行して三院攻略担当になるのかと思ったら、機内の管理統制みたいな仕事させられてたけどあれはどれくらい重要なの？信長的には秀吉はいくら加増しても結局自分の息子のものになるわけだからな。滝川一益の遊撃戦力兵団以外のお仕事、伊勢方面の織田連士衆と愉快な配下たちの監督、補助、長島一体の一向州勢力の監視、戦力動向以上に物流情報の監視経済線の一面、伊勢隣接国の検知代官などの民政補助、佐久間とやってた東国取り次ぎの仕事、佐久間が近畿転出後は独占、これが武田殲滅戦、その後の天保の延印、甲賀州との人脈を生かした情報物流の管理、佐治水軍、久喜水軍などの指揮権保持、
橋場と明智比べて劣っているからではなく、単に重要すぎて周辺が落ち着くまで動かせなかっただけが本当の理由。秀吉と揉めなかったら、滝川一族も関ヶ原まで大名だったかな？清須会議の頃すでに、秀吉、織田信雄、丹羽長秀、池田恒興ラインが構築されている以上、秀吉に接近しようが滝川はその他扱いしか受けなかっただろう。滝川の存在は、伊勢を支配する信雄や美濃伊藤に野心を持つ池田昇入の利害と、真正面からぶつかるし、一応、次男の数時は関ヶ原の時点で 1.4 万石の大名。というのは置いといて、静ヶ岳の時点では桑名城主で15万石程度か。積極的に秀吉についた場合、50万石クラスの大名にせざるを得ないだろうから、庭屋がもう同様に数増の死後に大元宝くらって、せいぜい10万石程度になるんじゃない？中立の場合は15万石をアンドかせいぜい数万石の元宝だろうから、こっちの方が結果的には良さそうな気がする。15万石程度だと、例えば池田は常置時代は13万石だったし、小牧長久手の戦いでのうち地味ってことで、国高的にも時期的にも、死因的にも減俸することができなかった。何事もなくてるまさに家督相続できたんで。結局タッキーって忍者じゃないだろ？この時代の忍者の定義が不明。服部半蔵が忍者なら、カズマスも忍者で良いと思う。情報活動破壊工作に主に従事していたイコール忍者でいいんじゃないの？大概は臨時雇いで、大名の要請で略奪やら放火やら汚れ仕事やってた連中。野党に毛が生えたレベルでしょ。半蔵は忍者じゃないし、伊賀甲賀出身ってだけで忍者扱いするのはどうかと思う。滝川さんについては論外。中村和氏や桃木丹波、佐治慎介はどうだろう？忍者と野党の区別は、地域性でしか分けられないのでは、伊賀や甲賀の戦術が特徴的であり、野党レベルではなかっただろうし、あとカズマスの跳躍能力はかなり異常だと思う。北畑、荒木、関、終わり前だとすごい崩れ方。忍者イコールスパイ。滝川一益は北伊勢と神津家の国司閣、並びに臨時関東管領代行に任命されたのに晩年は越前五千石。松平左近への少々伊予の神貞明っていうのがいるから、滝川左近への証言権伊予の神一益だったのかな？後世の人が松平左近貞明から伊予の神を連想して、滝川伊予の神を作り出したのはありそうな話だな。当時も伊予の神って呼ばれてたみたいだよ。伊予の神15位の下総統、左近の大夫将軍5位総統。天正10年の、4月5日も6月も左近なのに、4月6日だけ伊予の神っておかしいよね。今のところ自筆の資料はほぼ全部左近将軍だけど、同時代の他人の書いた資料や書状で伊予の神がちらほらある。兼任だった可能性が高くなってきたと思う。兼官ってできるの？左近将軍が次官で、伊予の神が任官したやつかと思ってた。結構いるみたい。藤原の義房、左近への少々喧嘩がの神、平の時持ち、クロードの刀剣伊予の神、松平貞明、左近への少々剣伊予の神。伊予の神と左少々なら釣り合うけど、左近の証言では低すぎる。同じくらいじゃない？左近の証言の時間が正式任官されるのと一緒に伊予の神に任官すると解釈する意味がわからない。両方、正式任官の記録はないんだよね。谷口勝弘も正式任官したという記録は見つけていない。任官後も藤吉郎署名で書状出し続けてた秀吉と似たようなものだったのかね。左近の証言はもともと時間であり、伊予の神との喧嘩で正式任官されたとしても、あえて伊予の神よりも甲斐の左近の証言を名乗り続ける理由は？だから秀吉と同じだろ。藤吉郎はあざなだから関東の左近とは違うよ。江戸初期の池田三政や内藤忠興のように、武士としていくらかでもない実があるものを名乗りたかったのでは。言いたいこととはちょっとずれてると思うけど、もともと詐称してたものを詐称し続けてただけの話だろ。1575年頃の任官、松井勇官、宮内庁、柴田勝家、首里之助、柳田広政、右近への証言、滝川一益、左近への証言、伊予の神、ゆっくり止めてみてください。庭長秀、自体、なんか官位と織田家中の地位が一致してなくね？〇〇の神はそこを攻めさせようっていう意図を表してはいるが、おそらく上下についてはあまり意識してない。官位で序列をつけるようになったのは江戸時代に入ってからだから、信長は単なる箔付けくらいにしか考えてなかったのかも。確かに官位の序列を意識してる感じじゃないね。むしろ武官を意識している感じ。頭領名も位が高すぎると現場から離れる印象があって、
武士らしくないと敬遠されてたからな。佐渡の神は父祖以来の官職であり、エモンの城とケギ石は県体が基本だから普通だよ。左近の証言と伊予の神との喧嘩に何の不都合もないってことかな。左近の証言と伊予の神のどちらも正式任官の褒章が残っていないから悩んでいるんでしょ。時継ぐ狂気は、褒章くらいにはなるんじゃないの？佐久間、柴田、滝川の3人の任官は他の武将の任官事例から推測しただけでしょ。3人以外も、信長後期か当時の日記で任官を確認してるだけだし、むしろ当時の信長政権下で次官か正式任官かというのは、大した問題じゃない気がするけど。任官事例が多いからといっても、滝川一益が正式任官した証明にはならないからね。公家の日記に正式任官が書かれているならともかく、村井定勝らは日記に加えて信長後期でも褒章されている。滝川伊予の神と書いてあっても、それは時間の可能性もあるし、そもそも日記に出てくる滝川伊予の神が一益のこととも限らないのでは？重心格の仕事をする滝川さんは一益以外いるのか？というところだろう。つか滝川伊予の神が一益である可能性を否定したいのなら、滝川伊予の神は実は一益ではなく誰々だったという資料や、同日に別の場所にいたという資料でも提示すべきじゃないか。滝川義太夫かもしれない。一益以外の一族を伊予の神と誤伝されたってことか。一益が動けない時に一族の誰かが名代として代わりに仕事することはきっとあっただろ。秀長みたいな人かな。伊予の神だから、一益と同等以上なのに影が薄い長生きの人。関東200万石の北条を切り取れって、秀吉、柴田よりずっと難しい注文じゃね？北条領の侵攻なんて命令されていないだろ。その場合は信忠軍と徳川軍との共同作業になるからそれほどでもない。信長も御詰めに出るかもしれないし。その場合がどの場合を言っているのかわからんが、実際に北条領の侵攻だろう？どう違うんだ？そうとはいえ、上州の領主は言うに及ばず、武蔵の上田や深谷上杉なども一益に出資したようだし、関東の諸大名も一益を通じて織田政権に従う流れができつつあった。そもそも北条氏も信長に対しては下手に出ている状況、ただし緊張関係が強まればまた話は変わってくるだろうけど、一益はこうした連中を織田政権に服属させていくことが求められていたと思う。滝川一益は信長との血縁がないね。信秀時代から仕えているなら柴田より子さんでは？前田慶次としますが滝川一益軍で武功を挙げていたというだけでも滝川一益はすごいよ。秀吉みたいに北条といつでも和睦できるような外交してればよかったかもね。実際のところ、反北条派を集めて思いっきり氏国とかいじめてたような一益のじいさん。そうそう、離間工作は得意だった模様で、講談的な文書以外では恐ろしいぐらいの作詞だったのがわかる。若年の頃泉州境に出て、鉄砲の射撃と製造技術を学んだとされ、百発百中の腕前を披露することにより信長に召し抱えられたという話があり、朝倉家における明智光秀と共通点がある。その手の話は前半性不明の人にはありがちな構成の作り話っぽい匂いがする。そもそも鉄砲みたいな抑圧の機密含んだ最先端の武器の収容を急に現れた浪人に教える間抜けはいないかと。もし一益が素性のはっきりした人間ならもっと前半生も記録としてしっかり残ってるだろうし、滝川智隆の家系に系図なり家父があればその辺区はしそうだが、滝川一益は真田正幸の娘婿。こんなにも一益は人気がないのか。人気がないこともないだろう。知名度は他の家中と互角どころか織田の家臣として最強の一角を担っている。一益は撤退が異常にうまい。普通なら討ち死にしてる敗退いくつもあるよね。撤退はうまいね。籠城戦もうまいと思う。城落とすのもうまい。野戦は大敗があるからな。野戦は苦手だが、攻城戦や籠城戦には強い武将というのは他にもいたはず。中村和氏なんかそうじゃないか。一益は隠れた人望があるよな。真田と婚姻関係だしには長秀のところで隠居してるし、天徳寺宝円や太田助政とも仲がいい。本能寺以降の没落っぷりがな滝川一益は運がなかった。そうかな。むしろ本能寺以降の方が一益のハイライトだと思う。特に神奈川の合戦なんて、合戦に持ち込めただけでも並の武将じゃない。挙句に三つの大戦を華々しく負け抜いて、畳の上で死んでいるのだからなんという幸運。武将が畳の上で死ぬなんて屈辱的だろう。んなことはない。落ちぶれたのは屈辱的だろうけど、
所領ゼロから小大名に返り咲いているのだから、本人にしてみれば落ちぶれたというほどのものでもないだろ。むしろ外様の家康に負けたことの方が屈辱だったかも。そんな恵まれた晩年じゃなかったと思うがね。なぜそう思うのかわからない。敵方の家康からも評価が高く、秀吉からも治療地をもらい大名に復帰しているというのに。家康は味方が腹で世話になった義理がある。教えてほしい。さすがは滝川って一言程度で評価が高かったことになり、数千石の捨て口のことを大名と華々しく表現してるのかな？なんて書物に家康の評価が高かったと書いてあり、秀吉から治療をもらって大名となったと書いてあるんだい？その前に恵まれた晩年じゃなかったと思う。その根拠を教えていただきとうございます。転落した事実がある。それは普通に考えれば十分に恵まれた晩年じゃない。なんだ滝川一益の晩年は恵まれてなかったとだけ言いたいだけか。まあ、織田家臣の中でも滝川さんくらい有名で有能な武将ならば、晩年はもっと厚遇されてもよかったよな。ってことですか。そうですね。何を根拠に捨て口と言っているのかわからないけど、三千石と言ったら大臣旗本の待遇。はっきり言ってかなり恵まれた暮らしができる。さらに世継ぎとなった滝川一時は1万2000石の所領を有し大名復帰。後には上江城の戦いを認められ家康から2000石をもらっている。また死んだ時には秀忠からは勇者の子孫と評されている。ついでに演者には大名クラスだけでも、池田輝政、真田正幸、中村和氏、滝川勝利がおり、後継ぎでない息子たちはそれぞれで仕官に成功している。つまりどう見ても細々と暮らすような身分じゃない。悠々自適に楽しく暮らしていたと考えた方が妥当かと。だから戦学なんで教えてほしいんだが、0から2000石や1万2000石になったならまだしも、数十万石の身分からその石高だろ。2000石が何人ぶちとか知ってるかい？関ヶ原後の上杉まではいかないが、普通はリストラやら家中運営の変更やら混乱で救急となる、悠々自適な生活を送ったと考える方がおかしい。不遇のうちにボスという根拠や書物などは数あれど、悠々自適に過ごせるくらいなら、そういった記述こそ残らない方がおかしいだろう。演者の前田利益レベルの無名武将ですら悠々自適に暮らしたと残ってるんだから、小牧長久手は遠征してたところ、秀吉に頼まれてホイホイと参戦したんでしょ。参戦しなおかつ力戦したのは、少しでも返り咲こうとしたからで、思ったほど功績が挙げられず、秀吉に2000石の捨て口という判断されたわけでしょ。逸話だとしてもスズメに憧れ、領地より茶器を欲する心があったら、そのまま断ればいいだけ。死の後のうるさかったら出家するという手もあったはずだ。数増すほどなら死家や浪人生活でもやっていける蓄えや、それこそ援助の大名からの援助もあるだろうからね。望まざることながら参戦し、その勲功でもらった2000石で悠々自適に暮らした、という出典を教えてほしい。不遇のうちにボスという出典書物とは具体的に何だろう？上江城合戦を恥じて出家したという説があったり、越前で失明したなどでたらめな説が多いね。普通はリストラやら家中運営の変更やら混乱で救急となるというのは、時系列から考えてそれはないと思う。滝川家単位で見てみると、本能寺前、神津家一国、信濃二軍、伊勢五軍、計80万石、神奈川合戦を、伊勢五軍、計20万石、静ヶ岳合戦を、失去、上江城合戦を、報酬1万5千石。つまりリストラは神奈川と静ヶ岳の合戦後に終わった状態。その証拠として上江城合戦には、娘婿の津田秀政や養子の滝川忠幸は参戦していない。冷静にレスしてくれてわかりやすい。出典しようとしたら怪しいが、俺が知ってるものとしたら定山祈願がある。他には知らないが、確かに出家したとか失明したとかは言い伝えだね。言い伝えを鵜呑みにしろとは言わないが、なぜ不遇のエピソードばかりで、悠々自適のエピはないんだろうね。誰とも交わりも持たず荒野山にでも登ったならまだしも、死ぬまでは2000石の身分だったんだから、悠々自適なら黒缶みたいなエピがあるよね。そこら辺はどう思う？それに、悠々自適、恵まれた晩年説は失点は愚か、エピもないということになる。これは曲解してることにならないか？時系列的には確かにその通り、俺の勘違いがあったね。言う通り一旦ゼロにリセットされてるから言うほどの混乱はなかったと思う。ただ1万、5000石のというのは県境不快に過ぎないか？あくまで2000石もしくは3000石と1万2000石。秀吉の書状の写しから見て、1万5000石で間違いないと思う。2000石という失点は何だろう？
カズマスの執事で有力なのは甲賀の滝城高安氏と尾張の滝川坊一族だが詳細はわからない。カズマスのストーリーは、あの蟹江城を服部友貞から奪い自力で城主となったことから始まる。その後の伊勢方面攻略の主役となるのは当然だろう。そして最後の蟹江城合戦だが、この戦こそカズマスの生涯最高の戦いと言ってよい。むしろ断言したい。まず徳川家康と織田信勝は、まさか滝川一益が海から上陸するとは思いもよらないことだっただろう。しかも三つの城を落とし、四つ目の大野城までも陥落寸前だったのだから恐ろしい。蟹江城落城の報を聞いた徳川家康と織田信勝は、その日のうちに駆けつけ、半月以上もこの戦場に釘付けにされている。小牧などは放置状態だっただろう。徳川家康と織田信勝は文字通り命がけで蟹江城を攻め立てている。カズマスが貨幣で後の天下人家康を上回る知略を見せつけたと言ってよい。ただ押し無略は、秀吉の予想をもはるかに上回ってしまったことだろう。そしてこれが敗因となった。秀吉にしてみれば貨幣のカズマスがここまでやるとは考えもしなかったのだろう。カズマスの謀略が明らかになった時には戦線を離れており、戦線に戻った時にはすでに勝機は去っていた。さぞ秀吉は悔しかったはず。この合戦に限って言えば、カズマスにも家康にも及ばなかったのだから。しかしカズマスは、真面目なんだろうけど状況判断の拙さは感じるな。本能寺の時なんて関東なんか北条に任せて、さっさと機内に反転すればよかったんだよ。それをぐずぐずと関東確保しようとするから神奈川になる。機内を落ち着かせれば関東なんて後でどうとでもなるんだし、本質を見失っている。そのあたりが秀吉との決定的な差だな。毛利は秀吉を追撃しなかったが、北条は追撃したと思うね。追撃っつうか、北条はその後で織田領に攻め込んでるので。秀吉は播磨戦役で粘りがち、田島を一周、浮田を攻略、鳥取や高松での物量戦で圧倒してたからな。長年、戦っていた毛利は秀吉を恐れていたんだろう。一方、北条は滝川に対してそういう感情はない。カズマスが機内へ仇討ちに行ったらがら秋の光月は北条に取られるだろう。森みたいに信用地を投げ捨てて逃げるか、残って戦うしかない。結果論になるが、こっちの方が良かったのではないか？柴田の頼機には笹、前田、不破など、終わり時代のメンバーだけど、橋場の頼機は蜂須賀、前野、秀長、黒田と信長より秀吉の直臣って印象。滝川の頼機は層が薄い印象ですが。池田と親類筋だってのは眉唾だよね。池田氏の系図で池田常俊が滝川出身なんだっけ？大名である池田氏側が、名士とは言えない滝川氏の系統を、詐称する意味ってない気がするけどな。でも池田家譜を書いたのが岡山藩士の滝川の子孫だったりするからな。ところで岡山藩と鳥取藩というのは、家譜の作成の時、当然、すり合わせをやっているのだろうな。鳥取藩の家譜は書いてあることが、違ったりしないだろうな。前田慶次のおじきだっけ？信忠の乳母が滝川での人で、その信忠に池田は付けられていたし、常置ひ孫三つ政の娘、六姫が一目惚れし再婚したという滝川は数増の系統と、言われているから詐称じゃなくガチだろうな。六姫は諸子とはいえ先父は元助の孫にあたる一門で師範藩主実弟だから、池田との格の兼ね合いも込みで考えると滝川とそれなりに繋がりがなければ、再婚は認めなかったと思われ、本能寺の返事の滝川数増。カズマス、光月衆はワイラが負けた後はすぐに北条に下るんやで、光月の人質はここで返す。もし、それでもワイと一緒に行動したいんなら最後までワイが面倒見るで。カズマス、もし、我らが北条に負けたら城は空城になるから、その前に元の領主に返すから安心せいや。カズマス、もし道中に我らが討ち取られてもしゃあないんで別に恨まんで。カズマス、みんな頑張って生きろや。こう言い残して自分の直身の手勢四千で北条二万にぶち当たって、相手を渡河不能にさせてから、ダッシュで伊勢逃げてった。これってマジ？お人よしすぎるだろ。すごすぎるな。早く隠居したいと愚痴ったりとか領地はいらん茶器遅れのエピソードから、なんだかあまり野心のなさそうな人という印象があるんだが実際はどうだったんだろう。自分でも驚くほど出世して責任重大な任務を任されまくるとは思ってもみなかったんだろうと予想。野心を抱く暇もないまま年を重ね、簡単には隠居できない身分になっていて、その上領地までもらった日にはそれこそもっと重大な責任を背負わされる。責任感が強い人だからこそ気づかれも激しく、面倒ことを増やしたくなかったのではと思う。邪気は本当に欲しかったんだろうなとも思う。なんで三国峠で栗林に負けたの？単純な理由では、
山での攻め戦は難しい。芝陽太郎曰く、滝川は、何の取り柄もない男。滝川一益は、信長の悪友達やろ。気の知れた友達だというだけで、十分信長には、役に立っているやん。気が知れただけ、な。あとは、何の取り柄もない。取り柄はなくても無能でもない。滝川は信忠付けって時点で相当な能力だし、信頼度もずば抜けてたやろな。海音寺長五郎には高く評価されて、芝陽太郎には低く評価されていたのか？芝陽に嫌われてたとはちょっと意外かも。お気に入りの明智光秀と微妙にキャラが被るからか？芝の小説とかでは評価されてないこともないぞ。主演にはなってないけど、端々では活躍はちゃんと書かれてる。そもそも、滝川って主人公向けじゃないだろ。信長の死亡がなかったら一益は北条攻略成功してたと思う？大毛利攻略が先に終わり、予定通り四国出兵。四国攻略の援護を中国地方の秀吉に任せて、信長、信忠の直轄兵をどこに向けるか次第だろうな。謙信死後の太上杉は防衛から攻勢に転じている。内部の協約も比較的順調。一気に滅ぼすのは難しいにしても少しずつ押し込めているから直轄兵向けるなら北条攻略だろう。家康の処遇が少し難しくなるタイミングでもあるし、信長は甲斐あたりまで出張って北条攻略の御詰めやりつつ、徳川はめに行くかもな。どちらにしても滝川行ってじゃ無理だよな。滝川の兵力って1万5000ぐらいだろ？秀吉の伊勢侵攻の時、兵力なんぼぐらいなんやろ？関森信を追い出していた分入れても1万が限度くらい？周辺の土豪の動向がよくわからんがみんな滝川についてやっと1万行くか行かないかじゃないか？秀吉方についたり生還したのもいただろうからせいぜい7から8000ではなかろうか。確か秀吉は滝川県政に2万ほど伊勢に残したんよな。他に信勝、信兼らもいてこれはいくらなんでも警戒しすぎなような。いやそんなもんだろう。秀吉からしたら兵力的には優勢だけど三方面作戦&信勝。秀吉からしたら兵力的には優勢だけど三方面作戦&信勝当てにならん。大柴田は城塞揃えてるし多少兵力最低でも滝川を封じ込めたかったんだろうな。信孝は経験値ないし稲葉や森勢いるから積極的攻勢出てこれないしで。信孝は、合戦の経験はそこそこあるわけだが。所詮猿には遠く及ばんし何より両国がな。もともと伊勢に出向がかって知らない身の両国になり西美濃に東美濃に森家と自立心高いやからを。束ねなきゃならんかったのはデメリットだろうな。まだ終わりが両国なら進行もされにくいし、滝川と連動して猿に対抗しやすかったんだろうがな。今も子孫は滝川名乗ってるの？もしくは滝川か。名前は一が入ってる？直系子孫は残ってないんじゃ？一益のいとこやそれに近い血筋は複数が徳川家の旗本になったけど、それも竹中半兵衛の子孫が養子に来たりで完全に血は途絶えて、家名も変わってしまっていたと記憶。旗本家は一あるね。身の攻めから包囲網破綻までの十数年間、織田の急所だった北伊勢を守りながら東国との外交をやりつつ跳躍三昧。その実績からノップに関東を任せられるのはお前だけと泣きつかれる。神奈川以降は対局的勝利には無縁だが秀吉家康ら相手を一時ながら手玉に取ってる。晩年は再度東国との外交に活躍。他の織田家の著名な家臣がご大老なったり、絵になる最後になる中では、地味だけどガチ名称だろう。それに親族の自得縁がノップの側室だし、一門衆に近い位置だったかもと空想してしまう。運が悪かっただけの人やろ。ノブがあそこまで重用したんだから性格や能力は申し分なかったんだろ。いかがでしたでしょうか？先方も新狩りもどちらも任せられるという意味で、引くも滝川、進むも滝川とまで言われた滝川一益。それほどまでに優れていた武将も時代の荒波には抗えませんでした。もっとも、同時代の他の優れた武将も化け物クラスだったわけですが、あなたは滝川一益はどのような人物であったとお考えでしょうか？今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。励みになりますので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。今回の主人公は文後国の守護大名大友宗麟。大友宗麟は評価が分かれる大名で、彼の人生には様々な視点が存在します。彼が何者であり、何をしたのか、また彼が人々にどう語り継がれているのか、そんな話題をスレミンたちが深く、熱く語っていますので、ちょっと覗いてみましょう。チャンネル登録がまだの方は、今のうちに登録しておいてくださいね。また、動画について何かあればコメントもよろしくお願いします。それでは、早速見ていきましょう。大友宗麟です。
九州を統一したいのですが、戦国時代の大名、大友宗麟は、豊後国の守護大名で、大友家の全盛期を築きました。父から家督を継ぎ、豊前国と筑前国の守護職を拝命。1562年に出家し、旧安宗麟の保護を得ました。彼はキリスト教を受け入れ、1577年に洗礼を受けドン・フランシスコの洗礼名を得ました。しかし、その信仰は家臣との対立を生み、大友家の衰退を招く結果となりました。彼の生涯は信仰と家族、領地を守るための戦いの中で繰り広げられました。土下したら島津を倒せるかのう？人望高める。家族仲良くすべき。まず統一して何がしたいのかを己に問え。毛利との戦いにリソース取られすぎた九州から毛利の影響力を削ぎ落とすのが肝要。ていうか単純に周辺に敵国が多いのがきつい。そもそも他の大名や黒人と同様統一は目指してなかったと思う。結局のところ戦国大名になりきれなかったんだと思う。守護大名の延長で黒人連中のドンってイメージ。どこの戦国大名もそんなもんだぞ。とりあえずパンツ下ろして壁に手をつけ。まず帰郷しろこのキリシタンめ。家来の嫁は制覇したから満足だろ。嫁を奪えたということは大名権力が強かったということ。中央集権に成功していたんだな。とりあえず大友家を維持したまま死ねたので勝ち組じゃないか。人狩りや略奪でひどい目にあったろうな。こいつのクズぶりには泣ける。政務を放棄し昼夜問わず試食に溺れ家臣の妻を無理やり目取り、それについて苦言を言う家臣は問答無用で切り殺しぶき、火薬欲しさに領民を奴隷としてポルトガル商人に大量に売りさばき、あまりの蛮行に失した後、罰せられると恐れたのか信じる者は救われるとキリスト教に改宗し、それを領民にも強要ついでに寺院を焼き払う始末。実際地元の人はこいつのことどう思ってんの？なあほな。領民を奴隷としてじゃなくて、奴隷は敵の領地でいた捕虜や人狩りだろ。それぐらいだったら世界中で行われていることだ。大体女を売っちゃダメなのか？男だったらいくら売ってもいいのか？フェミニスト。今は男女同権だから女でも売ることは別にどうでもいいことだな。無論人狩りはダメだがな、男でも女でも限らず。宗麟の中国人説ってとんでもではあるが妙に納得してしまう。藤原の秀里の末裔になんてこと言うんだし、な人扱いするな。初代当主の大友義直は、相模国愛好軍古将の郷司の近藤義重の息子として生まれました。父の義重は、藤原の秀里の子、藤原の千恒の六代後の、近藤景頼の子とする系図がありますが、藤原の俊人の九代後の、近藤貞重の子であるという説もあります。伊藤義助をかくまった義人。そんなん言うなら当一族庇護した内ヶ島さんは？大友宗麟って、キリシタン大名という枠を外してみると、なかなか現代でも通用する広い視野を持っている人物なんだけどな。つまらん偏見がまとわりついていて悲しい。吉宗に家督譲ったのがまずかったな。現代基準ならおそらくは障害者手帳もらえてしまう子だというのに。大友吉宗、大友家22代当主。大友宗麟の嫡男。1587年に府内城で家督を継ぐが仙台宗麟との二党政治となり、政情不安を招いた。島津雄三寺領家から圧迫を受け、その攻撃に耐えきれず豊臣秀吉を頼る。豊臣家に豊後一国を持って帰属。しかし、朝鮮の役において敵前逃亡を行った不始末で改易処分となり、大友家は滅亡しました。要約すると、九州を代表するバカ息子。最後まで情けない行動を取り続けた挙句、家そのものを滅ぼしてしまいました。知識量や手腕を見る限り、さすがにヤバいって気づいてはいたと思うけど、おそらく2回崩れの後継ぎ騒動が相当深刻なトラウマになってたんじゃないかね。精神的に多感な時期に、当時の環境含め人生左右する出来事としては強烈すぎる。二回崩れの変は、戦国時代の1550年に発生した大友氏の内紛で、大友氏第20代当主大友義明が嫡男の義重を拝着して、側室の子である三男の塩一丸を後継者にしようとした出来事です。義明は義重派の主要人物を誅殺し、塩一丸の後継を実現しようとしましたが、その行動が反発を招き、1550年に大友館の2階で義明と塩一丸、そしてその聖母が襲撃されました。この襲撃により、塩一丸とその聖母、義明の娘2人が死亡し、義明も傷が元で数日後に死去しました。義明の死後、家臣たちは義重を擁立し、家督を継承させました。義明の義重拝着の動機については、大内氏の勢力排除のためだったとも考えられています。本当にキリスト教王国は建設可能だったんだろうか。
日本人のことだからカトリックともプロテスタントとも違うキリスト教を作って、教皇領から異端認定くらいそうなんだけど。名目上は隠居している人だし耳川の十数年後に死んじゃうしキリスト国は無理だね。無理に立ててもアリウス派のように異端認定されるようなキリスト教になるだろう。真面目に信仰していたらしいのは、裁判年だけらしい。薄木に移った時も、主だった宣教師たちは府内に残したままだったしな。古来より水田に十字架を打ち立て服まで着せてきた大和民族にはイエスもノーもマリアもない。それを言うなら、大友宗麟は島津の十字旗に向かって戦いを仕掛けて負けた武将なのですが、島津が本家本元ヘブライだから。中華、当時は魔女狩り異端と処刑三昧の宗教だ。淘汰されて当たり前。島津のあれは漢字の十が元なので十字架とは関係ないんだけどね。西洋の騎士と日本の武士が戦ったら？そんなテーマをたまに聞く。耳川の戦いではイエズス会師が軍事顧問団よろしく従軍してる。この時彼らは西洋甲冑着てなかったっけ？何かで読んだがよく覚えとらん。西洋も日本も主力は農民兵とかだから。岩屋城の高橋は本当に例外的な中心。周囲の家は大友家の運で廃家になったのではなく、部位によって仕方なく廃家になっていた。だからよく反乱起こされた。大友家の家臣と大友家に従っていた黒人領主の違いがよくわからない。黒人、城持ち土地持ち、家臣、自分の土地と城を持っていない。ってイメージある。同門衆だろうが黒人だろうがみんな家臣でしょ。黒人は外様みたいなもの。大友家臣大友氏の直轄領に住んでいる人たち、いわゆる旗本、黒人、自分の土地持ってて大友氏に従っている人たちだと思ってた。ってことは家臣とは領地も持ってない淵米取りの小心者で、その他は黒人であって家臣ではないと思ってたということか。家臣、文豪本国とする実臣、大友城下町に屋敷を構えて出資している人たち、黒人、諸国で従っている大友の領主文豪に散布して、八策の儀を行った人たち。アホか。家臣とは文豪内外を問わず、仕えてる臣下の総称だ。文豪国内だって薄木やら別紀のような大友一族の有力領主がいれば、佐伯や小原のような黒人領主もいる。他国にも立花のような大友一族がいれば、かまちのような黒人領主もいる。アホか。一言多いんだよ。いや、明らかにアホだろ。大友に仕えている黒人でも大友家臣じゃないと思ってる奴がいるんだぞ。草つけてる方がよっぽどアホに見える。日本シータで家臣黒人が分かってないとか。まあ、ちょっとひどいのがいることは確かだな。プロの歴史家でも分かっていないのが多い。家臣か黒人かの区分って曖昧だから。家臣と思われているところがよそと勝手に交渉してたり一族同士でも裏切ったりすることがあるのがこの時代。筑後の諸将は微妙な存在。んなこと言うと筑前と豊前も微妙だしそもそも文後内もかなり微妙だ。微妙って何が微妙なんだろう？大友家に従っている家臣たちの忠誠心。大友家の文言帳にかまちとか他国の黒人層が載っていないのはなんでなんだ？文言帳は戦国大名が作成した家臣団の名簿です。家臣の価格や役割などに応じて、その所領や口高などを記したもので、武言帳とも言います。特に著名なものに、北条氏康が1559年にまとめた小田原州所領や口帳があります。立花さんに家督を譲れ。それで大友は安泰だ。立花家って大友家の所有だっけ？大友の家督を譲ることって実際できるの？立花家は大友所有。一度断絶するけど、その後を継いだ同説、宗茂も大友所有の生まれ。守護大名家にはよくあることだけど、一門や所有への統制が緩いよね。将軍家なんかまさにこれ一族や所有への統制が緩いよね。罰一族、丸一門。だから自称所有だらけの戦国時代が到来したんでしょ。むしろ早々に生きるのやめた方が大友家のためだった。義弘宗行もうちょっと能力上げてもいいんじゃないかい光栄さん。義弘家は義理がたいよな。代々主だった戦に参戦し討ち死にしてる。宗茂も義弘の血統だし。その縁もあって大友海域後は立花に仕えてたんだよな。ところが関ヶ原ではわざわざ宗茂に直接糸まごいしてまで大友家のために。義弘宗行は大友義宗の家臣で、八山城城主義弘重信の子。1586年には豊臣秀吉に臣従する大友義宗の下で、島津家久率いる島津勢と戦いましたが敗退しました。1592年の文禄の役では、明の大軍に包囲された小西行長からの救援要請を受けましたが、小西行長が戦死したという誤報を受けて撤退しました。この行動が豊臣秀吉の逆鱗に触れ、大友義宗は改易されました。義弘宗行はその後、
黒田官兵衛に招かれ、黒田家の重臣井上黒右衛門の屋敷で世話になりました。その後、いとこである柳川城主立花宗茂の元へ身を寄せ、2000石で仕えました。1600年の関ヶ原の戦いでは、立花宗茂が西軍に着いたため、吉弘宗行は大友家の求恩に報いるために立花家を去り、大友義則のいる関東へ向かいました。しかし、道中で大友義宗が西軍として大友家の再興を狙い放棄したと聞き、九死君大友義宗と再会しました。吉弘宗行は大友義宗に従い、丘陵の矢山城にて籠城しましたが、最終的には壮絶な戦死を遂げました。その死後、大友義宗は剃髪し、黒田官兵衛に降伏しました。それにしても大友家臣団は養子縁組多いな立花、高橋、田原、滝田。あと戦記が多くてわかりにくいよね。年代がわかりやすくてよくね。大友家は中心揃い。大内、今川、細川、大友、戦国を生き残れなかった大名への評価が辛いのはしょうがない。慣例を出した嫡流の傾聴家を指しているのだと思う。藤高の家はものすごく大雑把に置き換えると、大友における立花のポジションだし大友は吉宗がな。いや、大友の場合は豊臣の天下統一から1、2年は存在していたのだから、ギリギリ戦国は生き延びたのではないだろうか。朝鮮出兵時に敵前逃亡して、豊臣の手でを取り潰しだけど、細川は、足利将軍家の武将だったのが義輝を見捨てて織田武将へ、明智はスルーして豊臣武将になって大名家氏徳川について熊本に入ったから戦国を生き延びたのではないか。陰謀暗殺一方的な断罪と討伐の中で幼年期を送り通しとなり、壮年期まで大勢力に物を言わせてやりたい放題島津に負けると一気に萎縮。一番勢力の伸長した時期が、生涯で一番見苦しい人。だから、人格を改めるか、勢力伸長なんてしないか、どちらかで生きてほしい。神社仏閣を焼き払い教会を建てながら島津討伐に向かったのが運の尽きでしょうな。総林の理想なりがあったのか知らんが、戦の前に不和を生んでどうする。将兵の中には神仏に信心のある者も多かろうに、耳皮で名のある将がどんだけ死んだことやら。あれ資料や行動を見ると主導は息子で、本人は好みに作った村で老後を過ごそうとしただけって感じだけど、ここに限らず資料と一般認識がずれてる部分がやたら多いんだよねこの人。大友総林は地元だわザビエルってお菓子がある。人身売買してたから罰が当たった。そもそも、人望。人身売買は島津の方なんだがな。大友は銀や洋で南蛮商人と取引していたと記録が残っているが、明治の学者の徳富祖宝が総林は人身売買をしていたのではないかと推測したのが、現代に間違って人身売買をしていたと断定の内容で流布してしまった。江戸以降ガンガン評判が下がっていったんじゃってイメージがあるな。江戸時代開始まで大名家が残らず、江戸時代ずっと残った上、明治以降は権力中心で大活躍な島津さんの仇役、悪役として使いやすかっただろうなって思う。近年ではキャラ付け優先で宗教基地イメージばっかをされてるし、評判的に色々不遇なのは間違いな気がする。フロイスの日本史読むと確かに日向信仰での神社仏閣破壊は総林じゃなく吉宗の指示になってるね。近年の総林のキャラ付けはひどくなってる。特に漫画での扱いがひどい。某島津漫画で回収を拒否する庶民を虐殺してるけど、実際の総林は強制による回収は良くない。自発的にキリスト教を信仰しないと意味がないという考え方の人だったんだけどな。むしろ庶民人気はすごかったっぽい。日本初の病院を含めて、この時代に福祉関連いろいろやってる上、最後があれだし、江戸前に消えてるのに太平の江戸から激動明治が過ぎても地元人気続いてるのはすごい。家来の女房は寝取るわ。若い美女はどんな手を使っても自分のものにするわ。男の本能そのままに生きた人。そういう風に思ってた時期が私にもあったのですが、実はそれは戦乱に明け暮れる現実から逃げていただけのこと。内面は弱い人間だったのだと思います。島津から攻められてキリスト教に逃げ秀吉に頼り、難を逃れたものの結局はお家取り潰し、でも現代人に通じる人柄であり、私は嫌いじゃない武将の一人。家来の女房を寝取るは維新も同じ。何か三国志でいうところの炎症的なイメージの人物だよな。この人、蒼天航路の第二形態デブ炎症みたいに、象に乗ったり古代妄想周囲に振りまいてそう。家臣の妻を寝取ったとうるさいが、あれ、原本では、家臣が謀反、謀反を鎮圧、謀反人の妻を屋敷に預かる。という流れで全く寝取ったという逸話ではないんだが、みんな、家臣の妻を奪う、家臣が激怒し挙兵。家臣を斬首。
という逸話だと勘違いしてないか？イエズスカイ・オックスフォード城地代などが、この大友氏を擁護してるんだよね。戦略上当然だろうけど。これに好意的な歴史研究は、調べてみるとイエズスカイ絡みってのが多いな。視野が狭いな。民間でも好意的な総輪研究はやってるよ。それに多分上地代だと思うが総輪否定の抗議をしていた。ムカつきながら拝聴したけどな。地元からもさして愛されていない大名だから別にいいんじゃない。せめて俺くらいは大友総輪を擁護するよ。大河ドラマ化したらきっと見ると思いますわ。基本的にはイエズスカイの日本侵略の先兵だし。総輪は全ての宗教に興味があるという発言が残っているし、実際宣教師の強引な布教に苦言を呈して注意しているし、宣教師が国主権限で家臣たちに受洗を厳命してほしいと迫ると、強制は良くないと拒否している。総輪はあなたが思っているような人物ではない。何を寝ぼけたことを言ってるんだ。近隣諸国の神社仏閣を焼き払ったんだぞ。おかげでうちの祖先の神社も焼き払われ古文書が消滅してしまった。総輪に全くないわけでないが焼き打ちは大半は息子の吉宗統治時代の事件だぞ。それに寝ぼけたというが、どこが間違っているのか教えてくれよ。あの書き込みの総輪の行動は宣教師の記録に残っている逸話だ。総輪はそんなことは言わないはずだ。とかの感情論はダメだぞ。筑後国にあったうちの神社が焼き打ちにあったのは1579年のことで総輪に攻め込まれて焼かれた。1579年か。やっぱり総輪が隠居してからの息子の統治時代の事件じゃん。焼き打ちは二重支配や寺社腐敗解消のためという説がしっくりくるかも。大友総輪は別府の神社も焼き払ってたんだな。後継ぎ息子が悪さしてんだから総輪も悪い気はすんだけど。北の金親子みたいなもんだろ。総輪は財産も吉宗に渡して完全に隠居していたし、息子の政治にも口出ししていなかったっぽい。負け惜しみ、悪いわ。どこが？危険人物を作り上げて全権移譲したんだろ？息子だってだけでさ、北と同じじゃんかよ。だから途中で権限を制限するために二党政治にしたと書いたじゃないか。失敗だけだろ、古今東西同じ過ちで昔から批判されてる。論点すり替えてないか？別に総輪が失敗してない人間だなんて書いてないぞ。全然すり替わってない。家督制度でモンスターを作って失敗したんだからどう考えても総輪が悪い。失敗のない人間なんているわけない。嫡男の教育失敗を追求するしかないというわけか。犠牲者としては致命的な失敗だろ。最初、北と同じと書いたのからえらく後退したな。総輪は政権以上に失敗したから悪いという論理に変わったからな。北と同じだろ。家督を気違いに移譲したという点では。戦国時代の封建制度はそういうもんだろ。それを言い始めたら他の大名や王朝に入るだろ。やっぱりイチャモンをつけたいだけじゃねえか。心の王国あげ、いかがでしたでしょうか。様々な視点から大友総輪について考えることができたんじゃないでしょうか。また、大友家が九州を統一する方法を思いついた方は、詳しい考察をコメントでぜひ教えてください。今回の動画はここまで。最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。もしまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。今回ご紹介するのは、長尾景春について語り合うスレになります。長尾景春は、関東管領上杉氏の有力家臣であり、1476年から1480年にかけて起こった長尾景春の乱で有名な人物です。名称とも、混乱に巻き込んだ張本人とも言われる長尾景春。上杉を討つことに生涯を捧げたとされる彼は一体どのような人物であったのか。果たして、スレ民たちの見解は、チャンネル登録がまだの方は、今のうちに登録しておいてくださいね。また、動画について何かあればコメントもよろしくお願いします。それでは、早速見ていきましょう。北条早雲にも評価された長尾景春について語ろう。上杉兼定や足利重氏や太田道灌当時の武将や関東情勢についても語ってください。長尾景春、山の内上杉家の家裁を代々務めた白井長尾家の一族。父の死後、自分が時代の家裁だと思い込んでいたら、叔父忠景が家裁となったため乱を起こし、主上杉兼定に対する謀反を決意しました。以後、死ぬまで九州と戦い続けます。名門上杉氏の没落はここから始まります。彼の起こした戦いの長期化によって関東の情勢は、ますます混乱を極めてゆき、やがて北条早雲の台頭を招くことになりました。そりゃ、長尾景春がいなかったら、太田道灌と全面的に戦わざるを得ない早雲は景春に感謝しただろ。
この人って関東に戦乱を起こし歴史に影響を及ぼしたベスト5には入るよね。戦国時代に限定すれば入るかもしれないが、この人の活躍時期が微妙に戦国時代と言えるかどうかが謎だったり、普通に戦国時代だと思うが、この人の祖父の影中や父の影信の代で、足利義政や足利重氏が出揃うので戦国時代と言ってもいいんじゃないかな。何度も何度も挙兵する執念はよほど山の内上杉氏を恨んでいたんでしょうね。同盟した武将は長尾為景や北条早雲下国上の先駆者として名高い武将ですね。上杉貞政の正室が影春の姉っていうのはマジなの？姉か妹かはわからないけど、扇がやつ上杉貞政の正室だった女性は影春と兄弟だったはず。うがった見方をすると長尾影春と上杉貞政は協力して戦王を極める太田道灌を排除しようとしてたのかも。相模などで大規模な挙兵があるのは反道灌の動きなのでは？鎮圧するのがほとんど道灌の功績みたいな主張してるあたりといい、あまり扇がやつ上杉重臣の助けを借りてないみたいだし。山の内明貞は白井影信の死後、白井影春じゃなく総社忠影を執事にしたから、二代続いて執事を出した白井長尾の影春は、俺じゃないの？当然俺だろと反発。この時道灌は、影春の起用では執事は難しいが、せめて武蔵守護代に任じたら、それがダメなら影春を中すべきだ、と金貞に主張したと言われている。金貞はどちらも却下したけど、影春と総帥、久保重氏と山の内明貞が和睦、孤立した扇がやつ友義を影春と総帥が支援したのが始まり、共に勢力の伸長が目的でしょう。影春と為景、為景が越後房吉、山の内明貞を討ったことに、総帥と影春が降雨、両上杉と戦う。15世紀の関東って面白いのに人気ないね。道灌中心に回ってる。ってほど単純じゃないから、とっつきづらいのかな。調べれば調べるほど面白いのにね。久保 VS 関連の構想が関東全域に波及して、宗家と諸家の対立が激化したり、複雑で面白いよな。久保と関連と扇がやつの対立が柱なんだろうけど、長尾も白井だ、宗家だ、足利だ、加えて越後だ、越後上杉だ。近隣の豪族巻き込んでやり合ってるうちに、ご法上が台頭するん。影春の子孫はどうなった？影春、影秀、影信までは、越後長尾を強調しながら続くが、影信は家臣に暗殺されたという。そのため総社長尾から影房が迎えられ、山の内と復旧、則政が献身を頼ると越後方に。その後武田、滝川に従うが本能寺の変を、ご法上方に。この照影、その弟正影と続くが、小田原の陣を、加賀連行、後に上杉家家臣。上杉持ちとも、上杉房貞あたりも当時の関東の大物だよね。道灌がなんだ、プロレス同様、場を盛り上げるのはヒールの方なんだよ。当時の最大のヒールは足利重氏公で決まりかな。長尾影春の名を初めて知ったのは南宋里見八犬伝。もちろんフィクションだけど、一応設定年代が同時代。微妙な存在感がある。でも、白井長尾と越後長尾をごっちゃにしてるよ馬琴先生。馬琴も軍記物を下敷きにしてるとは思うんだが、長尾影春は当時の人にそれほど興味を惹かれなかったんだろうか。関東では重大な乱なんだけどね。両上杉、ご法上、徳川と統治者が変わっていくうちに、存在感が薄れていったんじゃ。白井長尾とか総社長尾とかの存在が戦国後期には埋もれていって、なぜか越後長尾のおまけみたいな扱いだしな。影春の件で山の内に追討された白井長尾が、山の内明貞を討った越後為景と結ぶのは自然の流れ。山の内と越後長尾が和睦すると、白井、総社も山の内に復帰。だがこの段階で両家には赤実の力はなく、あとは越後と北条の間で揉まれる。太田道灌、この人対してすごいとは思えない江戸城は道灌の父が作ったんじゃないのか？あと岩槻城は推城の成田氏が作ったことが分かってきた。秩父一族の江戸氏や豊島氏なんて関東の騒乱に毎回巻き込まれ弱体化してたのを、己が勢力を腐食する野望から扇がやつの大軍勢を率いて撃っただけでしょ。結果的に扇がやつ勢力が拡大したが、それがために主を恐れさせ暴殺された情けなさ。大体長尾影春の乱で相模の人々が扇がやつ参加から離脱して乱に参加したのは扇がやつ火災としての力量を疑う。反乱時期に道灌は相模地元の味方に任し放置して北上しようとしてたが、玉川が増水していたので断念して相模鎮圧を優先した。仮に相模勢と合流せずに北上してたら武蔵の地にて惨敗してたろう。
早雲も武田や松平に敗退する男で将軍や管領細川政元と交縁があった時代はうまくいっていたが、山の内上杉の罹患策成功からは勢力拡大に苦戦続き、長尾為景や長尾景春の反乱の余布乗りを得ただけ。同感って過大評価気味だろ。同じ兵士の長尾秩父一族の他に相模から溝呂木城小磯城小沢城が反乱に同調。影春側の川越城攻略には小机城司祭も謀反に同調。同感の政治的力量や求心力に疑問を持たせる。もし貴重なら八方城を落城させた後に、最終決戦地の秩父領内に攻め入り影春の息の根を止め候補の憂いを除くだろう。同感は秩父一族の会を山田氏などの介入を政治力で阻止することに失敗したのではないのか。西の影春に兵力を釘付けにされ東では古学坊の圧迫が激しく、泣く泣く重氏との和睦路線で乱の終結を図る道を選んだと言える。同感は自らの勢力拡大の野心から武蔵前線に介入し扇ヶ谷津山の内の大軍を指揮するも東に西にと走り回った挙句泥沼に陥り、幕府へ反旗を掲げていた重氏と影春が幕府に朝廷依頼し、同感も乱を終結する力量はなく和睦を受けざるを得ない状況になる。幕府も重氏への対抗のため堀越久保を支持してたのに、影春の反乱参加により乱が拡大し重氏と融和せざるを得なくなった。幕府の要望もあり関東管領の山内家が和睦交渉の主導権を握り勝手に和睦。この辺は重氏や影春の交渉謀略能力の高さの証明でさらに同感を陥れる秘策は続く。山の内主導の和睦を不愉快に思う扇ヶ谷津へ説得に生かされた同感は主筋の扇ヶ谷津から不況を買う羽目に。影春の父が上杉兼貞を越後から養子に迎え関東管領山内家当主として擁立してあげた恩を忘れ、影春から山内家家裁職の地位を奪った。これらのことが関東を果てしなき混乱に導いた経緯です。長尾景春はハイエナ大名じゃねえぞ。山の内上杉兼貞が祖父父と続いた山の内火災の地位を不当に奪い取ったから離反したんだぞ。同感だってその不当さをやばいぞって兼貞に諌めてるくらい。だから反乱を起こす前に同感にも仲間にならんかって誘ってる。基本的に影春の目的は領土欲もなく、ただ山の内上杉兼貞に復讐することで、同感には何の恨みもないのに突っかかってきたのは同感の方。金貞を敗走させてるし、和睦後に山の内と扇ヶ谷津を対立させ、越後に金貞を誘導させ廃止させ復讐を果たしているし、撤退してきた養子の上杉のりふさの退路に布陣し、丘陵白井城を奪回して両上杉滅亡を決定づけて天寿を全うしている。早雲も影春のことを知略有略に優れた人褒めたたえている。影春は嫡子として影中に従い幾多の戦に参加しただけでなく独自行動も行える力量があったから父も期待してたろう。扇ヶ谷津上杉での同感の戦王に反感を持つ重臣曽我兵庫をはじめとする人々を煽ったのは影春だと思われ、一説には江戸川越にいて盛んに不必要な築城強化を進め、扇ヶ谷津上杉へ挨拶にも赴かずに、扇ヶ谷津火災職を執行していたので不安定な関係になってたという。扇ヶ谷津家での己の残言の数々を聞いて知っていたにもかかわらず、馬事東風の同感はいよいよ献上作りに励み、旗から見れば山の内上杉家を打つつもりなのでは？扇ヶ谷津上杉家を差し置いてあたかも政府機関を江戸に作ってるように見えるのはどういう野心があるのか？ということになる。山の内家から扇ヶ谷津家に質問の使者がやってきて上杉一族の不和を懸念しての同感暗殺となった。曽我兵庫が同感を暗殺後に江戸や川越が任せられることになり同感嫡子は山の内家へ逃走。山の内家と扇ヶ谷津家が対立した際には扇ヶ谷津で足利重氏に長尾景春の救援を要請し、景春の伏兵で山の内家を打ち破ると同時に一族の越後長尾軍を呼び寄せる。関東管領火災職の家柄の人脈がなければ山の内扇ヶ谷津に対して計りごとを巡らし同感謀殺は成功しないだろう。なんか景春をこのスレで褒めるのはいいけど、太田同感に敵意むき出しで、関東戦国史が好きな身としては同感も好きなのでこの流れはいただけない。天寿を全うできない先の見えない同感では評価下がるのは仕方ないだろ。影春の乱での同感には大戦略がない。戦術レベルの能力は多少あるようだが、神津や相模、武蔵や下総など場当たり的に東に走ったり北に進軍したり、西に打ちに行ったり、お膝元の南に乱を来たりで見事にゲリラ戦の泥沼化の愚策ぶり、ほとんどの方面で息の根を止めることができないままで重氏や影春の槍逃げ、槍得では牧しただけ。同感は根本的な解決ができず、ただ奔走し疲弊しただけ。
特に房総半島まで討伐に行くなんて愚の骨頂。和睦したふりした重氏が後ろで糸を引いてるのに、同感の自分のことしか考えない傲慢さと視野の狭さが、主君扇ヶ谷上杉正実を若くして威嚇この陣で廃止させたり、影春の父が古賀城を落城させた折に重氏が頼った千葉憲胤が影春救援のために背後で挙兵した際には、憲胤の子も流水城を攻撃するべく同感が派遣した弟の助忠が見事に廃止して下房攻略に失敗する。など無駄な多方面作戦を展開し泥沼の戦乱を拡大させる無能さは致命的。まあ山内扇ヶ谷や上杉の軍権を兼任し指揮できる立場の同感に対して圧倒的戦力差がある中で少数の影春一党は前線してるよ。山内上杉本拠の平井城と扇ヶ谷やつの一大拠点川越城を分断すべく八方城に入り、秩父一族の講演を受けての反乱には戦略的自給の大戦略を基本に、貨幣をよく指揮して同感を勢力圏に奥深く引きつけ、後方で反乱を頻発させる、遠行近行策の見本みたいな戦い方で同感を各地に奔走させ疲弊させてる。圧倒的な軍事力を持ちながら効果的に使えない同感は、首謀者を中殺できずに結局は和睦せざるを得なくなるもんな。和睦後の謀略戦で傲慢を鼻にかける同感を死刑に欺かれ役に中殺されるアホらしさ。結果、残言した山内家に同感の息子は逃げる羽目に、山内に重氏が巧みに接近し扇ヶ谷津との仲を裂く。その一方で重氏側の影春が扇ヶ谷津支援に再び登場し山内軍を破る。その後、ため影や早雲を巻き込んだ挙句扇ヶ谷津貞政は間抜けにも落馬し、同族越後長尾との共闘で山内秋貞も惨めに廃止に追い込む。あれだけの大軍を要しながら武蔵一国すら満足に安定させることができない同感の力量はたかが知れてる。しかも武蔵は同感を膝元で江戸岩槻川越といった用地に堅固な城を構えて同感直轄領としており、新田氏ゆかりの松山にも堅固な城がある。にもかかわらず秩父など武蔵西部は制圧できず、城は落とせても永続的支配権は樹立できない政治力は劣悪。扇ヶ谷津上杉の火災権相模守護代にもかかわらず相模でも反乱相次ぐ始末。同感って無能なんじゃ、弱体化した江戸市や豊島市を打つのは大軍を率いる同感なら楽勝だから評価するほどのことじゃないし、その証拠に豊島市とかも大軍に野戦を挑む具を避けて籠城する策を取って各城と巧みに連携支援する戦略を取ってた。しかし援護しようとした弟の軍が不幸にも同感の大軍と不足の遭遇戦になり大敗し戦略が破綻しただけ。影春は挽回策として重氏を解き本格的に介入させ東武蔵戦線を現実させた。なんでそこまで影春萌えなんだか。影春の祖父から三代にわたり関東の情勢を左右させたキーマンの天才軍略家だからだろ。影春を褒めるのはいいけど、同感をけなすのはどうかと。彼の兵力は彼自身がまとめてきたものだし、それ自体がすごいわけで、影春が好きなところまでは同意だが、同感にそこまで敵意を持ってる意味がわからん。俺は両方好きだ、銭形のとっさんがいないとルパンもつまんないだろ。今の横浜市港北区にある小机城2477年に影春が矢野兵庫の助と立てこもった際は31歳の若さだったとか、同感は何歳くらいだったんだろうか。長尾影春は江戸期の講談とかで不利な扱いを受けたんだと思う。例えば里見八犬伝では馬琴の勘違いもあるが、どことなく悪役っぽく登場してるような気がしないでもない。同感に滅ぼされた豊島氏の一族の八犬氏で犬山同説ってのがいたね。影春は34歳で同感が45歳の時みたい。影春の生誕は諸説あるみたいね。ただ同感の方が10歳以上は年上で老練な年長者だったようです。越後から養子として長尾影信らに迎えられて関東管領に就任した上杉兼貞&越後系側近たちと、長尾氏ら関東系との間の対立が長尾影春から火災を取り上げた理由のようだね。影春が謀反したのは同感が中途半端に駿河に行き仲裁が失敗したのが原因。影春を打つ同感軍は相模武蔵港付で3000以上は導入できたろう。そんな大軍相手に影春もよく反旗を翻したな、きっと強胆だったんだろう。いざ戦闘になると遠行近行策と後方撹乱という戦術で巧みに戦って退いては進み、進んでは引く、重力号を制す戦術は特筆に値するね。同感死後も影春はさらなる活躍をして扇ヶ谷津山内貞政軍を支え山内軍をたびたび破った名将だからな。扇ヶ谷津の救世主として最低3回は山内の大軍を破ってるだろ影春。
打倒山の内上杉兼定という宿願を見事に成就した手腕と力量は大したもんだ。同官の奴が影春がまだ謀反すると決まってない時期に兼定に、せめて守護代くらいにすべきですもしその意思もないなら今のうちに影春を中殺すべきです。などと暗殺を進めるから、もはや謀反せざるを得ない状況に追い詰められた。同官の仲裁が失敗したまま駿河に出かけるなんて無責任。大体主家に中殺をそそのかすから因果応報で自分が主家に謀殺される皮肉に遭う。影春の祖父と同官の父の道真は関東管領上杉憲忠の言うことを聞かず、鎌倉で手勢を率いて江ノ島合戦を引き起こすくらい戦をしてたから重氏から憲忠へ処罰しろと言われたとか、憲忠の父である憲真が駿河から謝罪の手紙を書いたくらい、その同官の父が同官の鼻持ちならない不尊さや傲慢さを危ぶみ諌めてるのを、聞く耳もたずで父が呆れたってエピソードがあるくらいだから同官の性格は忠義の人ではなかろう。いわば主家をないがしろにしてたから暴虐に引っかかって謀殺された間抜け。影春を謀反させるように追い詰め山の内上杉を内戦状態にして武蔵戦線に介入したり、下総でも野心むき出しの同官は自滅して当然。確かに同官はうぬぼれが強いみたいで自分自身を高く評価しまくってるからね。正当に評価されないとか同官上で不満たらたら、同官死後の扇がやつ上杉は巨大な山の内家相手に連戦連勝して衰退してはいない。もっとも影春が山の内上杉兼定に復讐するために参加して伏兵やら先人やら活躍してたからだけど、扇がやつ上杉が衰退に向かったのは上杉定政が落馬して亡くなってから、一般的に暗愚な定政が同官を謀殺した途端に坂道を転がるように扇がやつ上杉が衰退したとする説は間違ってる。それどころか同官の陰に隠れてうだつが上がらない当主定政は、同官死後には自ら全軍を率いて生き生きしてるくらい。これは退学化すべきだな。兵力が圧倒的に不足する若き影春と山の内扇が奴の圧倒的大軍を指揮してやってくる中年同官との戦い。影春は援交策で同官の周囲に反乱を起こさせ、東に北に西に南にと奔走し兵は疲れ不満が溜まり同官謀殺への一因を作る。しかし同官は己の野心から武蔵国だけでなく下総国上総国にまで手を広げ侵略しようとする。影春は同官の野心を巧みに利用し踊らせ疲れ切る同官軍はついに和睦を受けざるを得なくなる。しかも扇がやつ当主を抜いて和睦をし、それを納得させるべき使者は同官。扇がやつ上杉定政は同官の戦王を激しく憎む。素晴らしい大河になりそうだ。13歳年下の早雲が影春様をベタ褒めしてるところを見ると尊敬してたんだろうな。きっと関東に不慣れな早雲に相模攻略の策を晩年に授けたんだろうな。影春の父の影中は足利重氏を圧迫し古賀城まで落城させた名将中の名将。影春はゲリラ戦と暴虐の達人この逸材ならアメリカ相手でも有利な和睦を引き出しそう。この人が暴れなきゃ関東での大上杉の屋台骨は全く揺らがず戦国時代を通して、関東は関東管領上杉の統治が続いていただろう。そしてこの人が実質的に上杉を崩壊させた。早雲は正面で戦わずにただの漁夫乗り、早雲の夢の中の二本杉の根をかじるネズミは早雲だが、その杉はすでに影春によって根から上の部分がすでに切られていたと言える。確かに間違いない実質的に上杉を破滅に追い込んだのはこの人だや。この人の父や祖父が上杉を優勢に導いた人物なんだから上杉が守護代の人選を間違えさえしなければ盤石だったのにな。関東管領なんて飾りですよ。安南実権を持つ者に執事職を与えずに、力を削ごうとするから悪い。長尾影春って数ある長尾氏の嫡流だったんでしょ？そうだよ、他に越後や足利や宗者などもある。影春が名将ってのはちょっとな。関東の混乱に一役買ったのは確かだが、結局は両上杉に勝てなかった。アホか大上杉の勢力のデカさは普通じゃねえぞ。しかも幕府の後ろ盾もあるんだぞ。圧倒的すぎて普通なら裏切り自体考えねえよ。当時は江戸湾に注ぐと願わい勢は上杉領みたいなもんだぞ。影春が暴れたからこそ盤石な両上杉の関東支配体制の衰退が決定づけられたんだぞ。北条早雲はたまたま四川省の関東から離れた辺境にいたから漁夫乗りを得ただけだぞ。当時の四川省であった武蔵からすれば伊豆箱根なんて放置されていたようなもんだ。伊豆箱根を空き家同然にしたのは混乱台風になって暴れた影春だぞ。勝てなかったのは事実、衰退させたってのも根拠が弱いんだよね確かに。
山の内や扇が奴の領上杉に対して影春の秩父の日の城と八方城くらいしかないんだぜ。上杉の長大軍に対して影春の手勢なんてビビたるもんだろ。それであれだけ長期間暴れてるし、後の領上杉の争いでは扇が奴側に参加して伏兵で勝ってる。さらに長尾為景や早雲を武蔵に引き込んで関東の混乱を拡大させてるしとんでもない男だと思うよ。最後はちゃんと白井城で天命も全うして死んで近くに墓もあるとか。関東は上杉前週の乱以降混乱続きだよ。別に影春が暴れなくても十分混乱してる。影春が望んだのは主家山の内上杉氏の衰退ではなく執事職を得ること。生み出したものは何もない。上杉前週の乱なんて大したことねえどころか有機合戦までの闘争は、かえって幕府の後ろ盾のもとに上杉の関東支配が強化されていった時期だから。そしてその上杉黄金期を支えていたのが火災の長尾影中、影信だから、その火災家が反旗を翻したから、上杉が内部から切り崩されて相模武蔵光助を中心に支配権が音を立てて崩れたんだろ。影春の乱で見事に関東は下克上の時代に入った。しかも影春という首謀者は捕らえられなかったどころか上杉当主は次々死んでゆく羽目に、上杉の意思を尊重してたのは名官令の上杉のリザネまでだからね。捕らえられなかったっていうか降伏して軍門に下ってたような。下ってない子がで重氏と合流しただけの地に白井城も取り戻してる。その重氏が上杉と敵対してた時に合流できたのならともかく、和解してから普通に重氏の庇護に入ってるんだから要するに許されただけだろう。その後も扇がやつ上杉の方に所属してたりしてるし、山の内上杉にだけは敵対していたにしても、捕らえたいのに捕らえられなかったという言い方は今一つ疑問符が残る。主家に反乱し許されるわけなかろうが、あんだけの大乱の首謀者だぞ。大体記録のほとんどが太田道灌城からの類推じゃないか。太田側の自己弁護や歪曲がある資料を鵜呑みにするなよ。結局良くも悪くも道灌なしには語れない人物。長尾ならば上杉の当主を二人も殺して一号力ずくで奪い取った強権為景の方がすごい。まあ早雲にとってはありがたかったろうけど。事実、早雲は影春を武略知略に優れた勇者であったと手放しで褒めたたえてる。また道灌は意外と大したことないのは、道灌死後の扇がやつ上杉は衰退するどころか、影春が参加してから多勢の山の内上杉を圧倒しまくってる。道灌は両上杉の長大軍を背景に戦ってたのだから勝てて当たり前。よって道灌城の自分慢性な話は当てにならない。それに道灌が死ぬことで誰が一番得したかといえば影春だろう。そう思えば道灌暗殺後に扇が奴に近づくあたり首謀者は影春かもしれない。両上杉の兵を動員させられる一火災の道灌は十分大したものだと思うが、影春とでは比較する土壌が違うんじゃないか。政略家と謀略家ってな感じでさ。俺は道灌も影春も含めてこの時代が好き。正確に言うと俺は根本が北条中なので、早雲が花開くために関東をごちゃ混ぜにしてくれた奴はみんな好きだよ。そういう意味で言えば道灌より感謝すべき相手。まあそういうだけでなく魅力的な情勢家だし、ドイツの視点でも面白いよ、この時代の関東は。いかがでしたでしょうか。あまり世間には知られていない武将ではございますが、戦国時代初期の関東において北条早雲太田道灌と並び称される長尾影春、あの早雲からも高く評価されているほどですから、知略に優れた人物だったと想像できますね。あなたはどのような人物であったと思いますか？ぜひコメントで教えてください。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。励みになりますので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。